できるところまで、できているうちに来れるとは思ってなかった。その通り。これはね、例えば日本の運動は6シーズン2位でしたけど、その通りで高岡の数字にとって、確かに全て聞いて通り負けたんですけど、やっぱりその時に、そこでやってる人たち、選手とかスタッフとか、サポーターなどが、みんなの手作りでやってる空気っていうのに惹かれて、すごい山の上するようになったんですけども、今ここにいるみんなも、やっぱり過去にいた選手たちやスタッフたちが、残してくれた何かっていうものに、何かこれが心に突き刺さって、今ここにいると思うんですよね。これがもしかしたら、その一年かなってんで、お母さんしてくれた、東京の監督さんとか、先週通りで岸本さんのスタートで決めたのか、ここまでの選手を裏打ちで決めて勝ったのか、そういう戦略かもしれないんですけども、今、そういう人たちが発信力で目指してたものの目標の一つというのが、今日のこの2014年の通常中立の福岡だと思うので、今前に昔のユニフォームとかも飾ってるんですけども、こんな感じで飾ってるんですけども。山が走る